石石とは、河川の流水を制御するために河川を横断する、形で設けられるダム以外の構造物で堤防の、機能を持たないものを言う。流水の制御施設には、石の補護水門や火門がある。農業工学では、取水石、取水口、付帯施設など河川故障から用水路に、農業用水を引き入れるための構造物を総称して、投資工という。 河川等をせき止めて、上流側の水位を上げることによって、水を貯留したり、用水路などへの止水を容易にしたり、計画的な分流を行ったりする役割を持つ。下流側からの海水の逆流を防止して、沿岸を防ぐ場合もある。つまり、石は、基本的に水を利用するために設置されるものであるが、大規模な稼働石は、強力に水を制御できるため、 地水などを含めた形で多目的に用いられることが多い。石は堤防機能を持たないものを言い、堤防機能を持つ水門と区別する。ただし、水門には河川付近に設置される膨張水門のように外見上は石と判別しにくいものがある。実際に構造物そのものはほとんど変わらないものもある。しかし、 水門が洪水地には門扉を閉鎖し堤防としての機能を持つのに対して、堰は堰止めた水が氾濫しないように、むしろ門扉を開放して水を積極的に流すため、堤防としての機能を持たないことで区別される。なお、ダムは水を止めるための堰であり、園庭と言われるが、堰とダムは通常区別されている。日本では1964年に改正された新華線法において、 利水目的のものについては、包み高15メートル以上のものをダムと定義していることから、席は包み高15メートル未満である。一方、河川管理目的のものについては1976年に河川管理施設等構造令が施行され、河川法と同様の規定がなされたが、国土交通省が管理する一部の席は高さが15.0メートル未満であっても、 その機能から特定多目的ダムとして扱われている。なお世界的な基準においては、包み高15メートル以上のダムをハイダムといい、それに満たない高さのダムをローダムという。石は、停滞の形状により、墓立ち石、高調石、小流石、フルーブなどに分類される。常時水を石の上から小流させるタイプの石は、荒い石と呼ぶこともある。 固定石、編集水位調節のできない石を固定石という。水中に、石積みや、コンクリートなどの構造物を設けて、水をせき止めるだけの単純なもので、古くから設置されてきた。流量などを随意に制御することはできない。固定石の最大の欠点は、洪水地において、石の持つ、水をせき止める機能が、あだとなり、水の迅速な流下に支障をきたすばかりか水の、 反乱を招いてしまう点である。このため、現在ある固定石は、比較的小規模なものか、長期にわたって維持されてきたものがほとんどである。固定石は、床止めと構造的には同一である。しかし、固定石は水をせき止めるために設置されるのに対して、床止めは、上流の川床を安定させるために設置されるため、設置目的によって区別される。稼働石。 編集ゲートの開閉により水位調節が可能な席。固定席の最大の欠点は流量を制御できないことにあったが、稼働席は流量を随意に制御し洪水時には水を迅速に流化させることができる。稼働席は稼働部の構造によって、さらに起伏席と引き上席に対別される。起伏席は水中の構造物を立てたり倒したりして水を制御する。席が 比較的小規模で、なおかつ制御する、水位幅が狭い場合に採用される。鋼鉄製の扉からだを操作するものもあるが、耐久性のある、ゴム引き布などでできた筒型の袋に、空気や水を入れて膨らませて、水をせき止めるものもある。校舎の方式は、ゴム引き布の正規副関、通称ラバーダムなどと呼ばれるもので、倒伏の確実性が高いことや動力がわずかで済み、 費用がかからないことなどから起伏席として近年によく採用されている。引き上席は上下に開閉するもピを持つ。止水が容易で操作の信頼性が高いため、大規模な稼働席のほとんどはこの方式である。投手校、取水席、編集多目的席、川口席、編集ラバーダム、編集。ありがとうございます。